2021年6月、埼玉県の保健所の薬剤師が、モデルナのワクチンの中に黒い小さな異物を発見しました。そして製造元の武田薬品工業に連絡しました。私は、モデルナのワクチンを打ちました。そして私は詳細不明の新生物で死にました。8月26日、マスメディアが、モデルナのワクチンに、 金属片が混入していると報道しました。厚生労働省はその日朝早くから緊急会議を開いていました。厚生労働省と河野太郎ワクチン担当省は、それはゴム片の可能性があると発表しました。異物混入を指摘されてから約3ヶ月後、武田薬品工業は、それはステンレスだと発表しました。ここで、日立製作所さんのナノチップ、 スマートダストをご覧ください。どうですか似てますか